こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はバターを使わなくてもふわふわでしっとり美味しいレモンケーキをご紹介します。すりおろした皮やレモン汁がたっぷり入っているので甘酸っぱくて爽やかなケーキです。最後までぜひご覧ください。まずレモンの皮をすりおろしてボウルに入れます。白い部分まですりおろすと苦味が出るので、皮の表面だけをすりおろしてください。砂糖を加えて混ぜておきます。皮をすりおろしたレモンは果汁を絞っておきます。絞った果汁は茶こしなどでこして種を取り除いておいてください。卵を割り入れてしっかり混ぜます。ヨーグルトと塩を加えて混ぜ合わせます。レモン汁を加えてさらに混ぜます。小麦粉にベーキングパウダーを入れて混ぜ、目の細かいザルでふるいながら加えます。小麦粉の種類は何でもいいですし、米粉でも作れます。泡立て器で全体を混ぜ合わせます。少し粉が残っている状態で食用油を加えます。今日はグレープシードオイルを使っています。30回を目安にしっかり混ぜていきます。ボウルの底からすくうようにしっかり混ぜてください。生地ができたら10分以上休ませます。休ませる時間が長いほど小麦粉のグルテンが落ち着いてきめ細やかに膨らみます。時間があれば一晩冷蔵庫で休ませてみてください。生地を型に流し入れます。型の容量が 600ml 以上であれば、どんな形のものでも焼くことができます。すぐに160度に予熱をしたオーブンで35分焼きます。焼いている間に仕上げのレモンシロップとレモンアイシングを作ります。砂糖に水とレモン汁を加えて混ぜて、砂糖を溶かしておきます。
レモン半個分の皮をすりおろします。これは最後の飾りに使います。果汁も絞っておきます。粉砂糖にレモン汁を加えて混ぜていきます。少しずつ加えながら混ぜて、硬さを調節してください。ケーキが焼き上がりました。生地に串を刺して確認します。ドロッとした生地がついてこなければ完成です。すぐに型から取り出します。熱いうちに表面にレモンシロップをたっぷり塗ります。そしてこのまま冷まします。完全に冷めたらレモンアイシングを塗ります。生地が熱いとアイシングが溶けてしまうので、完全に冷ましてから塗ってください。最後の仕上げにレモンの皮を飾ります。生地の甘さは少なくしてあるので、シロップとアイシングの甘さでちょうど良くなります。生地はふわふわでしっとりしていて、レモンの香りと甘酸っぱさが口の中いっぱいに広がります。バターを使わないので冷蔵庫で冷やしても固くなりません。小さな型で焼く場合は同じ温度で15分以上を目安に焼いてみてください。とっても簡単なので、爽やかで美味しいレモンケーキ、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
次回の動画もぜひご覧ください。